二人ともお待たせ。あたしはもう準備できてるぞ。やあね、小又。準備ができたのなら今からでも遅くない。まずはビデオテープの仕分けについて教えてあげるから、終わったらアルバイト開始といこう。え、バイト？ちょっと待った。プロ騎士として依頼を受けてくれたはずじゃ。あたしと依頼人をフォローの中でガイドしてくれるって。なんだ、一緒に仕事をするってフォローの仕事のことか。フォローの仕事以外ないでしょう。もしかして借金を返すためにニコに頼まれて出稼ぎに来たって思ってる？ニコって確かに両親があるはずの場所に銀行口座があるんじゃって思う時もあるけど、私にはとっても優しいんだから。ごめんよ、僕たちが誤解していたようだ。でもフォローに行くのなら、ジャトヤの他のメンバーがいないのはなぜだい？それは、今回の依頼は、私一人で決めたやつだから。なんていうか、前のビジョンの一件で、ジャトヤのみんなにはいろいろ迷惑をかけちゃったけど、それでも、ニコは残りなよって誘ってくれた。だから、ジャトヤが赤字を出してる今こそ、この私の出番だと思うんだ。給料払えない社長をいたわって従業員自ら稼いできてくれるなんて、ニコが羨ましいよ。どうして招き猫って言葉があると思う？それに今回たんまり儲けて帰ったら、あの映画バカに、猫又様、あなたはこのジャトヤの模範的従業員ですって言わせてやるんだから。てっきりもうアンビーとは仲直りしたと思ってたよ。仲直りとかじゃなくて、これはプロとしての競争意識の問題なの。何しろジャトヤはお家だけど、同時に仕事場でもあるんだぞ。それに今時は猫もギャングも業績なんだから。どう、パイトン、この儲け話一緒にやらない？その前にどんな依頼なのかを教えてほしいな。わかったぞ。それがね、ある企業が最近フォローでエーテル資源をなくしちゃったみたい。それを後で回収するために、一緒に現地で観測をしてくれる腕利きのエージェント、それにプロ騎士をインターネットで募集してるんだ。複雑な依頼ではなさそうだけど、現地で観測するだけなら君が言うほど儲けの出る依頼ではないよ。焦らない焦らない、これはまだ序盤の布石に過ぎないんだから。考えてみて、たかが事前の観測くらいでインターネットに求人を出すなら、資源を正式に回収する時だってきっと助っ人がいるはずでしょ。なるほど、資源回収の仕事はとても割がいいからね。その時になって依頼を請け負いたい人が殺到する可能性はあるか。でも
僕たちが今のうちに企業に手を貸せば、この競争を有利にするシード権が手に入る。そうそう、さすがパイトーンだ。飲み込みが早い。糸を長く張るほどでっかい魚が釣れる。これが私の狙いなんだ。興味出てきた？私たちの報酬はどうなるの？一緒に仕事をするんだからね。儲けは半々に分けるぞ。どう？それなら満足でしょ。じゃあ私は依頼人に待ち合わせ場所と時間を相談してくるから、それから出発しよう。メイド長リナ、お使いいたし、1匹、2匹、揃っています。準備完了。行動開始。マスター、今回は限定版フェアリー、フェアリーニャンがお供します。案内役に従い、ホロー内部にある観測ルートの終点に向かってください。フェアリーニャンは先に案内役を見つけることをおすすめします。ニャ、あんたたちの PC アシスタントちょっとムカつくぞ。あれが今回の依頼の案内役？はじめまして、君が猫又殿だな。まずは簡単な自己紹介をしよう。私が今回の作戦の責任者、オーリーだ。作戦？ただの観測でしょ？最近の企業ってそんな風に気取った言い方をするの？うん、つまりその、私が今回の依頼、そう、依頼の案内役というわけだ。それはともかく、協力者のプロ騎士がまだ来ていないんじゃないか。もう全員揃ってるぞ。もしかして見えてないの？猫又殿、冗談はよしてもらいたいな。ここに他の誰かがいるとでも？目の前のポンプがそのプロ騎士だって気づいてないみたいだ。いや、オーリーさん、はじめまして。実は私がプロ騎士なの。おえー、誰だ、そこにいるのは。ミミが。オーリーちゃん、最初に言わなかったこっちも悪いけど、シリオンの聴覚はとっても繊細なんだぞ。とにかく見ての通り、この喋るボンプが私たちのプロ騎士だ。ああ、そうだったのか。いやー、過分で申し訳ない。冷静さを欠いてしまってすまなかった。だが基本的に私は頼れる存在であると自負している。大船に乗ったつもりで命を預けてくれていいぞ。そう、今ご覧の通り、私がこのエーテル焼酎に体を預けているようにな。こんなものの至近距離にいても恐れずに談笑しているわけだが、並外れたエーテル適性の持ち主だとは思わないか。え、気のせいか。エーテル焼酎が動いたような。まさかこれは。もう休眠中のエーテリアスだ。ま、活性は低いから
よえエーテリアス。こら落ち着くんだ、活性は低いんだってば。バカー、完全にパニックになっちゃったっぽいね。そうみたい。とにかくエーテリアスを倒すぞ。先にエーテリアスをやっつけよう。いやあ、猫又殿の勇士には本当に感動したよ。あんな風にエーテリアスを葬ってしまうなんて。感動してくれたのは嬉しいけど、間違ってあんたを蹴っ飛ばしちゃうからあちこち走り回るのはやめてほしいぞ。前に紹介を見た時はもっと落ち着きのあるタイプかと思ってたんだけど、あんたの会社がフォローの観測員を選ぶ基準ってどうなってるの？何しろその企業の人材は多様でなければいけないからな。確かに私はエーテリアスが苦手だが、エーテル資源を回収することにかけてはそれなりのスキルを持っているぞ。じゃあ今回だけは信じてあげるぞ。それにエーテル資源の回収の話に出たからこっちも隠さず言うけど、実は私たち本当に参加したいのはその回収依頼の方なんだ。今日の依頼を無事完了させたら次の依頼も続投させてくれない？私たちの働きぶりをあんたの上司に推薦してほしいんだ。ああ、そんなことか。もちろん問題ないぞ、任せてくれ。それじゃ頼んだにゃ。正直に言うと私ここ最近転職を考えてるんだ。オーリーちゃんみたいに企業で働くのって個人でインターネットに張り付いてるよりずっと待遇がいいでしょ。それはそうかもな。あははははは。じゃあこっそり教えてくれない？エーテル資源の回収みたいな仕事ってどのくらいの割合を報酬としてもらえるの？報酬の割合か。それはだな、いや、私としたことが。オーリーさんは会社員なんだからもちろん固定給だしボーナスもあるよね。それに守秘義務だってあるでしょ。ああ、そうだな。確かに守秘義務がある。猫又殿が気配り上手で助かったよ。具体的な金額はすまないが伏せさせてくれ。大丈夫だぞ。収入のことはさておき、ルートの観測を始めてもいいの？ああ、そうだな。少し観測の詳細について確認してくるよ。ねえ、パイトン。あのオーリーってやつ、あんたはどう思った？なんでだろうって思ってたんだ。ジャトヤでうまくやれてるのに
どうして急に転職したがってるのかなって、わざとだったんだね。あいつなんだか怪しいぞ。会社員って設定の割に言うことがちぐはぐだし、企業のことだって全然よく分かってない。プロ騎士、あんたはどう思う？嘘ついてる気がする。きっと何かしら噂を聞きつけたから、フォローで情報を探ってるコソ泥だよ。私もそう思うんだ。あんたと一緒に仕事ができて心強いぞ。ただ一個気になるところがあって、あんなにビビリなやつなのに、なんでわざわざフォローに入ろうとするのかなって。その裏にはきっと何かあるはずだ。もしかしたら大きな取引が隠されてるのかも。とにかくあいつの依頼を終わらせて、なんとか真相を探ってみるぞ。観測ルートの確認ができた。ついてきてくれ。それはオーリーちゃん、あんたの会社だけど。待ってくれ。あっちの方から音がしなかったか。音の出所に行って見てきてくれないか。マスター、イレギュラーな物音がしたため、オーリーは進むことを拒絶しています。物音の正体を確認することをお勧めします。敵じゃなくてよかった。早くここを離れよう。こっちだ。そういえばオーリーちゃん、会社では何を？なんだあれは。何かが動いてるぞ。この先だ。見てきてくれないか。マスター、前方の廃墟で未知の物体が動いています。オーリーは路列が回らないほどうろたえているため、案内を続行できません。確認することをお勧めします。報酬をもらったらお買い物に行くぞ。前方の壁に文字が書かれています。オーリーは何か意味があると確信しているらしく、確認すべきだと強く主張しています。されたドアから私に任せてくれてしまった。カードキーを忘れた。あっちのスイッチで開けられない？
ちらまで回り込んで確認してくれないか。ドアが開いたぞ。次はこちらだ。この辺りは安全なはずだ。うわあ！急にエーテリアスが現れたぞ。頼む、やっつけてくれ。私の前を歩いてくれないか。じゃあ後ろから私についてきて。高速ルートの終点だ。すごい数、なんでこんなに。ちっちゃいのばっかだけどなんか変だ。うわあ、そこだ。でかいエーテリアスが。そんなに怖がること？私が一息で倒してやるぞ。完了だ。今日はお二人のおかげで随分と順調だったぞ。報酬についてはホローを出た後に私から、弊社から猫股殿のインターノットの口座に振り込んでおく。次の回収任務についてもお二人を推薦するつもりだ。任せてくれ。
万事よろしくお願いするにゃ。というわけで、仕事も終わったことだし、そろそろフォローから出たいんだが。もちろん、私とプロ騎士で一番早くて安全な脱出ルートを選んでやるぞ。あ、でもこれはプロ騎士の企業秘密だから、悪いけど聞かれちゃダメなんだ。そうか、では離れて背を向けていよう。私を信じてくれ。ち、道中バタバタしてたせいであいつの正体と目的を聞き出せなかったぞ。どうしよう、これでホロを出ちゃったら本当に別々の道を歩むことになっちゃう。猫また焦らないで、何か方法がないか考えてみる。例えばあんたが組にいた時、似たような状況はなかった？私が組にいた時？プロ騎士？組といえばあることを思いついたぞ。今こそ私の封印されし技を使う時だ。瞬きしないでよーく見てて。ゲットだぞ。どれどれ、自称案内役のオーリーちゃんは一体どんなものを持ってるのかな。あれ、何これ、手錠？え、手錠？普通の人がなんでそんなの持ってるの？またその手錠から特殊なコードが検出されたとフェアリーが言っている。治安局の装備にある形式と同じものだそうだ。なんだって、この手錠治安官のなの？猫又殿、プロ騎士、話は済んだか？なんだか近くでエーテリアスの物音を聞いたような。ほげー、私の手錠をどうして君が？いや、オーリー、ちゃんと説明して。どうしてあんたが治安官の装備を持ってるんだ？その手錠は、そうそう、拾い物なんだ。なんだ、拾ったのか。それなら安心だにゃ。やるじゃん、オーリー。フォローでメソメソしてた時はただのコソ泥かと思ったけど、まさか治安官から盗む勇気があるとは思わなかったぞ。あんたの依頼を受ければもっと儲かる仕事につながるんじゃないかと思ってた。でも今となっては面倒を起こしてないだけ感謝しないとかもね。それに手錠は拾い物だなんて、自分の装備をなくしちゃうくらい間抜けな治安官がいるならぜひ見てみたいぞ。まあ、あんたみたいなやつに盗まれちゃうくらいだから、きっとびっくりするくらい弱っちいやつだったんだろうけど。治安官を侮辱するんじゃない。治安官になるには歯を食いしばって過酷な訓練に耐え、試験勉強で数えきれないほどの世を明かし、とてつもなく厳しい選考をパスする必要があるんだ。なんで急にまともっぽいこと言い出したんだ。いやいや、ごまかしても無駄だぞ。本当のことを言え。あんた一体何者？企業を装って偽の依頼を出したのは何で？それは言えない。言えない？ふーん、まだこの状況が分かってないんだ。そうだな、協力してくれないならあんたをここに置いてってエーテリアスにプレゼントするしかないみたい。あっちゃー、今日は仲間を散々倒したからな。あいつらもあんたに会えたらきっと嬉しくなっちゃうぞ。どう、勇気になった？私はやはり言えない。たとえここに放置されてエーテリアスの餌になるとしても、私は。何なんだ、魂が抜けちゃうほどビビってるのに、このことだけは意地でも言おうとしないなんて。
猫又、ちょっと待った。手錠に対応する治安官の情報が分かった。オーリー、男性、ヤヌスク治安局、第十二分局捜査4班。君の目の前にいる彼のことだ。え、まさかこいつが治安官？よし、脱出できたぞ。オーリー治安官、私たちの責任は問わないって言ってくれたんだし、ここでお別れしよう。待ってくれ、猫又殿。行ってしまう前に、その、一つ約束してくれないか。お二人は善良な人間だ。だから、今日私に会ったことを誰にも言わないと。実は、今日はとある重要かつ極秘の任務を遂行していた。そのことが下心のある人に漏れてはいけないんだ。分かってるから安心していいぞ。下心があったら、フォローであんたの正体が分かった時点でエーテリアスに預けて帰ってたって。それもそうだな。また私がただの会社員じゃないということだが、いつから気がついていたんだ。実は自己紹介の時点でバレバレだったよ。まったく、こんなのに一人で大事な任務をやらせるなんて、上司や同僚は心配じゃないの？実は今回の作戦には自分で立候補したんだ。私は長年治安官を務めてきたが、エーテリアスに対する恐怖がどうしても克服できなくてだな。何度か作戦を台無しにして以降、すっかり落ちこぼれの烙印を押されてしまった。そこへ最近、犯人の手がかりがなく行き詰まっている事件があってな。私はひらめいたんだ。インターネットで犯人が興味を持つような情報を流せば、ジャオを穴からおびき出せるんじゃないかと。これがうまくいけば、たとえ私が以降の作戦に関与しなくても、多少は手柄を立てたことになるはずだ。運が良ければ、表彰される可能性だってある。向上心がないわけじゃないんだね。これは班長からだ。お疲れ様です、班長。オーリーです。おお、今どこにいるんだ。インターネットに情報を流して市民のふりをしてフォローに入ったというのは本当か？私はそのわざとではないんです。故障ですから、どうか首だけは。首？何の話だ。結構なことじゃないか。これが事件解決の糸口になれば大手柄だぞ。ボーナスだって出るだろう。さっさと戻って次の動きに備えとけよ。褒められた？班長が褒めてくれるなんて何年ぶりだ。聞いたか？引き続き作戦に参加できるだけでなく、ボーナスまで出るかもしれないぞ。それはおめでとう。どうすればいいか。感情の落差が激しいやつだ。なんで大喜びした瞬間にまたその顔に戻れるの？引き続き作戦に参加するということは、またフォローに入る必要があるということだ。もしエーテリアスに遭遇することがあったら、きっとまたやってしまう。それについては一人でゆっくり考えてもらって。行こっか、プロキシ。待ってくれ、猫又殿。プロキシ、ぶしつけなのは百も承知だが、どうか治安局の協力者となって今回の任務を無事完了させる手伝いをしてくれないか。はあ、君たちがインターネットにあるこの依頼の真実を知ってしまった以上、口約束で雇っておくより公式に治安局の協力者とした方が安全だ。
そして何よりここまでの協力で分かったんだ、お二人のフォローにおける能力が私よりずっと上だと。君たちの力を借りることができれば、今までの私に成し得なかった多くのことがただの妄想ではなくなる。もしかしたら今回こそ本当に表彰されてしまうかもしれない。もしうんって言わなかったら私たちをどうするつもり？そうだな、うんと言ってくれなければ私は涙を飲んで勲章に別れを告げ、君たちが秘密を守ってくれるようひたすら念を押すだけだ。いや、それだけ？私てっきりこのまま治安局に連行されちゃうのかと思った。君たちの責任は問わないと約束したんだ。それを破るような真似はしない。治安官の名誉をかけて保証する。なんというか本当に。分かった、オーリー、この依頼というより協力者になれって頼みか、受けてあげるぞ。本当か？でも一つ条件がある。私たちのギャラはとっても高いんだ。任務が完了したら報酬としてあんたのボーナスを全部もらうぞ。もちろんだ、栄誉に比べたらボーナスなんて何ほどのこともない。じゃあ決まり。よし、プロキシー、今日のことは全部解決できたし私たちも戻ろう。なんでそんな目で私を見てるの？なんか気持ち悪いぞ。いや、まさか猫股が治安官との協力を OK しちゃうなんて。どうしたの？私があいつの頼みを聞いたことそんなにびっくりした？安心して、私は損する取引なんてしないぞ。前々から治安局のボーナスはとっても気前がいいって聞いてたんだ。喜んでその大金をくれるって言ってるんだからいいことでしょ。それにオーリーのやつあんま頼りにならない感じだけど、それでも何度か私をちょっとだけびっくりさせたのは本当だ。もしかしたらあいつは見た目よりもっとできるのかもとか。とにかく協力するって決めた以上はあいつからの連絡を待とう。次に会ったらきっと事件についてちゃんと話してくれるはずだ。